ああ、めっちゃ緊張するよ。どうも、アイチです。今回はですね、今すごく緊張してるんです、自分が。はい。今週、先週あたりからずっと緊張してるんですけど、それがあさってですね、日曜日にある場所で人前で話すっていう機会があって、そこでうまく喋れるかなっていうので、緊張してるんです。で、人前で喋ることっていうのは、たまにそういう機会をいただくので、緊張しますよ、いつも。いつもするんですけど、今回はね、いつもの何十倍も緊張する理由があって、それが喋った映像がね、YouTube に残るんですよ。そうなんです。自分のチャンネルではないんですけど。なのでね、どうしようかな、失敗したらどうしようとか、わーって考えてて、で、ずっとそわそわしてるんですね。で、ここまで緊張するのが久々だったんで、いつも自分が試験前とか、みんなが受験前の緊張と似てるとは思うんで、自分がこういう風に緊張と向き合ってる、付き合っていくっていう方法があるので、それを紹介していこうと思います。でね、緊張しない方法を教えてくださいなんていう話もよく聞かれるんですけど、自分も持ってないわけです。なぜなら緊張しないって無理じゃないって。それはもともと緊張する人、緊張しない人だったらいいんだけど、緊張する人が緊張しないようになるっていうのは、もう、自信しかない。絶対みんなだったら合格する気しかしねえよってぐらいに思い込めるぐらい練習したりとかすれば別に、だって 120% 受かるって分かってたら緊張しなくない?でしょ?でも、失敗する。不合格になる恐れがあるから心配するわけよ。で、緊張してくるわけ。だから、緊張しないのは無理だなと思っていて。じゃあどうするかっていうと、自分も緊張することを受け入れるんですよ。で、今ずっとやってるのが、その、喋る場所っていうのがね、結構こう長い歴史があるものなので、こういう場所でこういう雰囲気で喋るんだなっていうのが分かるわけ、自分は知ってるので、で、それを想像するんですよ、自分で。目をつぶって。自分があの場所に立ってて、スポットライトが当たってて、目の前にはこういうお客さんがいて、で、喋るんだよな、みたいな。で、喋ってる時に、自分は手と足がもうめちゃめちゃ震えるので、手足も震えてるんだろうな、喋ること飛んだらどうしようとか、頭真っ白になったらどうしようとか、いろいろ考えるわけ。でも考えてるうちにちょっと面白くなってくるの、自分が。そう。なんでかっていうと、だってもう考えてもしょうがねえよなってなってくるの、最終的には。で、いつもどう思うかっていうと、今、その場所にいます。今、自分はまだここにいるけどね。みんなのこのビデオのカメラの前にいるけど、その場所になった時に、その時の俺の全力というか、その持てる範囲の力でしか出すことはできないわけよ。もともと、人前で喋るのがあんま得意ではないタイプで、で、中学生とか高校、中学とか高校でね、喋らせてもらったりとか、学生のみんなの前で、あとは社会人の方向けに、喋ったりとかする機会があるんだけど、やっぱり下手くそなの。それは、まだ下手くそというか、まだまだ伸びなきゃいけない、うまくなんなきゃいけないところが多々あって、反省点ばっかりなんだけど、でも、例えば今自分がそのトーク、話すね、みんなの前でスピーチをする力っていうのが、じゃあ、50あるとするじゃん。自分が50レベルだとします。50レベルの俺が100レベルのスピーチができるわけがないんだよ。だって50レベルまでしかないんだから。だったら、その場所で今できる、自分が持てる力を出し切るしかないよねって、うまくやろうとしてもうまくできないんだから。だから、一番は、そこはね、目の前に学生の前で話すんだけど、今回は。学生がメインか。の前にまた話すんだけど、そこにいてくれてる、学生、聞いてくれてる学生の方とか、聴衆の方だよね。聞いてくださってる方。YouTube のとこまで考えるとちょっと難しいんで、聴衆の方が、何かちょっとでも、なんかプラスになるもの、なんかこう、聞いてよかったなというか、これがためになったって思わなくても、聞いて頑張ろうと思ってくれるような、そんな話ができたらなって。それは、うまく喋る、うまく喋んない、うんぬんではなくて、ちゃんと自分がその場所を楽しんで、気持ちを込めて喋ることで、何か伝わるものもあるんじゃないかなと思って開き直ってる。だって緊張するんだもん。もうね、多分直前まで言ってるから。多分その、いつもはね、そういうスピーチの場所始まっちゃうと割と結構わーっていけるんだけど、多分その時は緊張すると思う。今回は。そのぐらいちょっと大きな舞台なの、俺の中ではね。そう。だからみんなもね、試験の時とかさ、緊張すると思うんだよ。いいんだって緊張して。仕方ない。緊張するんだから。でもみんなも、例えばじゃあ偏差値60の子が60までの力しか持ってないのに70の得点は取れないんだって。偏差値70の得点は取れないはずなの。偏差値50、じゃあ50点普段取れる子は100点取れないでしょ。50点までの一応力しかないんだから今は。だから今自分が持てる範囲の力でやってきてほしい。で、自分よく受験楽しんでおいでって言っちゃうんだけど、難しいのは分かってんだよ、楽しむなんて。でも、せっかくそこで、受けて行くわけじゃん。ね、受けに行くわけだから、楽しむっていうか、楽しむって余裕を持てっていう意味なんだけど、
もうここまで来たらやれることやるしかないよね、頑張れ私って、頑張れ俺って思って、じゃあ時間配分とかケアレスミスを気をつける、そういう細かいところはできるわけじゃん。そういった細かいところに意識しながら今持てる全力を出し切って、よし終わった、頑張った私って、合否はわからないよ、合格不合格わからないけど、ひとまずやり切ったねっていう風に試験を終えてもらえたらと思います。